皆さんこんにちは、投資家の井村です。本日はですね、岡さんアセットマネジメントの公募投資中古型成長株オープン、愛称スモールモンスターズジャパンのファンドマネージャーであられる高梨優さんにお話をお伺いしたいと思います。高梨さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。スモールモンスターズジャパン、これ短く愛称通称でスモモンって呼んだり。そうですよね、可愛、はい、く言われてますね。あ、そうですね、はい、っていうのも自分がちょっと交流がある元機関投資家の方に、スモモンは見た方がいいぞお前みたいなあそこの高梨さんはめちゃくちゃ腕いいぞみたいなことを言われまして、あ、そうなんだということで、まあ、中古型部投資で月報とか開示されてますよね、あれとかでも今勉強させていただいていて、まあ、その他ちょっと自分が個人的にこの対談の場をセットいただいてるんですけれども、興味を持ったきっかけとして、観測範囲の中でトップクラスにアグレッシブな運用をされてるなというふうに思って、で、自分初対面なんですけれども、お会いした感じだとすごくこの誠実で知性的なお方だなって多分見られると思うんですけど、運用を見ると全然こんな感じじゃないと思う。まあ、そんな感じはちょっと聞きたいんですけどね、はい、うん、まあ、例えばで言うと、運用の銘柄数がわずか30ぐらいしかないっていう、はい、まあ、大体は60から100銘柄ぐらい結構分散したりするんですけど、ギュギュッとこう厳選したようなものをやっているっていうのと、その組入れ銘柄を見ていくと、直近の IP を入れたりとか、まあ、グロースもやるしバリューもやるし、なんか自分の感覚だとアルファがあれば何でもいいんだみたいな、気概が感じるというか、パフォーマンス取れればいいんだみたいな。で、かつその組入れ上位の 10銘柄の3割ぐらいが毎月入れ替わるっていう、かなりの売買回転率もあるみたいな。だからこのファンドなんじゃってことで、ちょっと話を聞きたいっていうので来ていただいてるという、来ていただいて、まあ、自分が来てるんですけど、来させていただいたということでございます。はい、すいません、ちょっと自分ばっかり話しましたが、質問の構成としてはまあ3部構成でちょっとやらせていただきたいと思います。まずですね、運用の哲学とか戦略、こちらの方を語っていただきますと。で、2番目に組入れ銘柄について根掘り葉掘り聞かせていただこうと。個別の銘柄について話しても大丈夫っていう許可いただいてるんで、はい、いいんですよね。そうですね、可能な範囲で。可能な範囲でいいんですよね。その月報に組入れ銘柄上位10銘柄っていうのが出てますし、あと運用報告書っていうのを見ると、まあ、年に1回とか全銘柄組入れ、何を組み入れてるかって全部出てるんですね。なんでこの銘柄をなんで買ったんですかとか、いろいろ疑問があるので、そちらを個別具体的にちょっと深掘りさせていただきたい。で、最後に、まあ、皆さんお待ちかねというか、注目のテーマとか注目の銘柄っていうのを最後にお示しいただきたいというような構成で考えておりますと。はい、じゃあ早速なんですけれども、運用哲学戦略を語っていただきます。最初の実行紹介代わりにですね、運用の特徴やここだけは他の投資家に負けないぞというような文があれば教えてください。そうですね、まず岡さん、スモールモンスターズ、中古型成長株に特化をしているというファンドですけれども、まあ、特にですね、注目していただきたいのが、投資信託目論見書のファンドの特色の中にですね、はい、まあ、飛躍的な成長、単純な成長ではなくて、あくまで飛躍的な成長ができる会社に投資をするという、そういったスタンスで運用しています。で、結構、まあ、要は化けるっていうのがよく言われますけど、そうですね、スモールモンスターズのモンスターズというのも、まあ、そこにつながっているということで、今はスモールかもしれんけど、はい、違うぞと、モンスターだぞっていう、こういうことなんですね。そうですね、そこに化けていくっていう、そういうメッセージ、そういうメッセージだったんですか。はい、そう、まあ、自分はちょっとその高梨さんをネットで検索、いろいろ調査させてもらったら、まあ、記事が出てきていて、普通の成長じゃないと、連続的な成長じゃなくて、非連続な成長を見出す、こういうような会社をピックしてるんだというふうにおっしゃっていて、まさにそのお話ですよね。あ、まあ、でもそういうふうな視点で考えると、確かに30銘柄ぐらいにギュッてなるというのもちょっと伺い知れたようなのがありました。で、じゃあ、非連続な成長が見受けられるのであれば、まあ、いわゆるその分類で、まあ、グロースだバリューだなんだってあるじゃないですか。あまり気にされてないですか。そうですね、ほとんど気にしてないっていうのが正直なところで、ほとんど気にしない。まあ、目線としてはですね、まあ、理想として3年で株価が2倍以上になる銘柄、はい、ちょっと待って、僕がいつも言ってるやつ、近いですね。そうですか、3年で倍になるやつ、ね、はい、3年、まあ、長くて5年というタームで見てます。なので、その、まあ、タームの中に当てはまる銘柄ならば、まあ、グロースでもバリューでも、まあ、直近の本当に IPO 銘柄、もう可能性がある銘柄はしっかりと入れて、まあ
リターンを取っていこうっていうやり方です。ちょっと待ってください。今のを聞くと、じゃあ今、組み入れられてる銘柄っていうのは、当然そのメガネにかなったっていうやつが入ってるっていうことですね。3年ぐらいで倍になるんじゃないかっていうのが並んでる。はいはい、あ、そうですか、そうですか。なるほど。じゃあそういう目線で、組み入れ銘柄とかを見ればいいって感じなんですね。じゃああまり気にしてない。ただ一方でってこともないですけど、バリエーションのところってどうですかっていうのは少し気になります。うん、まあ、バリューの人だったらと例えば資産性にすごい注目をして、資産価値に対して今の時価総額って極めて割安だよねっていう評価を与えたり、はたまたまあグロスの人たちでも、まあ、PR とかでその収益性に対して今マルチブルもうちょっと上げていいんじゃないかとか、これちょっと高すぎるんじゃないかって、まあ、バリエーションの評価をすると思うんですね。でそのバリエーションの観点がいまいち、組み入れ見てもどのように考えてるかお考えをお伺い知ることができなかったんですが、どういうふうに評価しますか。高い安いみたいな、ね、バリエーションとしてはいろいろなバリエーション使ってますけど、まあ、メインはやっぱり PR を一番使ってますね。 PR ですね。なるほど、はい。で PR でもやっぱグロース株ですと PR のまあ割高に見えてしまうっていうことが結構あると思うんですけども、私の場合はこう一株当たり、まあ、利益成長率ということで、どっちかというとペグレシオの考え方ですね。ペグでいくんです。あ、じゃあ、30% 成長しているのであれば、はい、PE で30ついていてもペグ1だから安くないみたいな、そういう考えをする、はい、そういう感じで運用してますね。ペグの目安とかって、どういうふうにやりますか。今の話だとやっぱり1というところから、あ、まあ、2以上になると少し割高感っていうのはやっぱちょっと出てくるなっていう判断をしてますね。なるほど。じゃあ買うときにペグが2だったらちょっと高いか遅かったかみたいな思うけど、うん、ペグ1ぐらいでまだその 30% 成長みたいなのが、うん、仮にまあ来期も続きそうみたいなのが見えたら、これ安いんちゃうかっていう、うん、はい、なるほどなるほど。ペグの場合だったらその最終利益が結構ブレたりすることもあるじゃないですか、うん、はい、そういう場合どうしましょう。まあ、そうですね、そういう時にはやっぱ調整、まあ、営業利益のところで見るというところも一つ大事なのかなと思ってますね。なるほどなるほど。まあ、そこはそうですよね。一過性のものを排除して、うん、営業利益がブレるパターンもありますよね。その広告宣伝とか、まあ、採用かなり強化しましたみたいなとか、そういうのはどう。一過性はやっぱりちょっと個々の企業によって判断していく必要はあるかなっていうところで考えてますね。本当にノーマライズな営業利益の成長率ってどうなんだろうっていうことはしっかり見ないといけないとなっていて、まあ、漠然とそのやっぱ PR とか、ペグレッションで見てしまうと誤ってしまうので、そこはちゃんと企業に取材をして、まあ、この営業利益が本当にノーマライズなのか一過性なのかっていうところはしっかり判断するっていう形です。ああ、まあそうですよね、うん、営業利益だとしても一過性じゃなくて来期も普通に経費かかっちゃうみたいなものだとすると、そこはやっぱ考慮して考えなきゃいけないだろうし、逆にこれなくなるみたいな話だったら、それを除いて PR を、まあ、実力値としての PR を考えたりとか、そのようなイメージですね。うん、なるほどなるほど、うんうん、その辺も納得感ありますね。ありがとうございます。あと、まあ、途中で軽くいただいていましたかもしれませんが、入れ替わりについてですね、銘柄の平均の保有期間、まあ、基本的に、時間軸は、3年からまあそれ以上みたいなことで考えてらっしゃるってお話だったんですが、自分の見た感じですと、もっと早く回転していなくなってる、うん、はい、イメージですよ。ちょっと分かんないですけど、はい、平均6ヶ月どうでしょう。いや、長いやつは1年2年超えてるんですけど、平均で7つと6ヶ月どうでしょう。平均でいうともう少しでやっぱ長くはなりますね。要は 2,3 年やっぱファンドとして保有してる銘柄もあったりしていて、まあ、タムロンですね。あ、そうですね。トップ10に出てるところだとタムロンなんですけどそれ以外のところで、下の方というか、まあ、月報に出ないような範囲で長期で保有してるという銘柄もありますし、結構先ほど の, そのトップが大きく入れ替わってるように見えるというところもありますけど、そこはちょっと株価、まあ、中古型なんでやっぱ株価の上下によって、うん、あの見えたり見えなかったりしてすることが、売買の株数の変動ではなくて、うん、価格の変動によって組入れの上位が入れ替わったりするみたいな話ですよね。少し回転率が高く見えてしまうっていう、うん、これ見てください。これ自分がその月報を開い展開して、まあ、月報の推移とかを見させてもらってるやつなんですけど、これ、まあ、スモモンさん、まあ、スモモンさん以外にもこうバーって並んでるんですね。そこに純粋な増減、はい、のピュアに洗い出したやつっていうのを数字取ってるんですよ、はい、それで見てもやっぱりその運用報告外から急に入ってきたとかっていうことがまあまあ見受けられる、その価格の変動だけでは説明つかないようなところもあるんですが、この新規の組み入れとか売却のご判断とかってどんなような、まあ多分一概には言えないような気もするんですが、直近なんか思い浮かんだような、新規組み入れた
ポイントとか、まあ、逆に売却したポイントとか何か教えていただけるようなと、なかなか個別で申し上げるのは難しいなと思いながらですね、ただ今のお話で言うと、そうですね、ちょっともうちょっと見るか、見ますか、その月報のですね、月報の銘柄とか見ますか、はい、例えば、あ、そうか、いやいや、あの別にあのお答え難しいのであれば、はい、カメラ回ってないところで聞かせてもらう。いやいや、それはまずいか。とかもありますが。まあでも別のあれでもいいですね。で、ごめんなさい。はい、ちょっと戻りますと、はい、平均の銘柄の保有期間っていうのは、まあ2年とか持ってる銘柄とかもあるから、はい、1年弱ぐらいのイメージ感でよろしいんです。で、もうちょい30銘柄だから、もうちょい入れ替わりますよね。そういう点で言うと、まず、その、売るか買うかで判断すると、うん、どちらかというと新しく買いたい銘柄の方が多いっていう形にはなりますっていうところで、でその買いたい銘柄を発掘するのはいろいろ手段ありますけれども、うん、やっぱり企業の取材というのが一番多いですね、うん、で、まあ、そこの、企業の取材、まあ、マネジメントの方といろいろお話をして、うん、まあ、先ほどお話をしたような、うん、まあ、3年先の利益成長率みたいなものをイメージして、うん、そこからのアップサイドがどのくらいあるかっていうところ、うんうん、でそこからやっぱこの会社入れたいとなった時に、はい、うん、今入れてる既存との比較感でどこのアップサイドがこうどちらの方が高いかみたいなところの判断をしてることが多いです。わかる。あ、だから別に今持ってる銘柄が悪いとか、うん、そんなんじゃなくて、ね、はい、よりいいのに使っちゃったよみたいな、よりいい方にっていう形で銘柄の組み入れをこう変更することが多いかもしれない。で、その多分おっしゃった高梨さんのおっしゃってるいいっていうものは、その3年後に倍になるっていう蓋然性とか角度とかがこっちの方が高くない、うん、みたいな、そうですね、角度もこっちの方が急にならないとかっていうのがパンってなったやつを、まあ、入れて、でこっち外してみたいな、うん、やっぱりじゃあ30銘柄前後に抑えたいってお気持ちは結構あるってことなんですね。そういったファンドの特色として、まあ、厳選投資でいこうっていうところの条件があるので、まあ、そこからまあ30銘柄っていうところは出てきていますと。で、まあ、30銘柄になっているのはやっぱ個別の、うん、銘柄のリターンを取りつつも可能な限り分散効果も働かせたいっていうことで、やっぱり数銘柄と、まあ、なかなか難しいっていうところがあるので、しっかりとその2つですね、うん、個別のリターン分散というところを聞かせるというところで、うん、まあ、あと他社との比較感というところで、うん、まあ、なかなか30銘柄の会社さんって、うん、まあ、いらっしゃらないなというところもありますので、まあ、30銘柄にしっかり投資をして、まあ、リターンを稼いでいこうという感じで、はい、銘柄下げ。ちょっと今のお話の中で気になったのが、30銘柄で業種分散するっていうお話ですが、うん、じゃあ業種ちょっとばらけてるイメージになってるんですか、お考えではある。明確に決めてはないんですけれども、例えばそのアップサイドが、大きな銘柄として情報通信がじゃあ6割7割になってしまうと、そこはやっぱり偏りが大きく出てしまうなというところもあるので、あとは私が取材をするのが本当にそのグロースだけではなくて、そういう意味では企業の変化みたいなところに注目をしていて、まあ四半期の決算であったり、まあ、指揮法とかのコメントとかを見ながら、まあ、会社で変化が起こってそうな会社を中心に取材をしていくと、そうすると結果的にそのグロースとかバリューとか本当に直近 IPO ということで、まあ、バラバラになって、そこからアップサイドが大きいと思った銘柄を徐々にピックアップしていくと、最終的には結構銘柄が分散されているような形のポートフォリオが出来上がるっていうことです。なんとなくイメージが分かりました。なるほど。だから自然とあんまり、寄らないような形に仕上がっちゃうっていうことですよね。うん、そうですね。その本当に期待値が高そうみたいなやつをこう入れ替えりながら、期待値高いやつを順にもうピックしていって、戦わせながら集めていくと、自然体としてこういうポートフォリオになることが多くて、でも時折さすがにこれ情報通信ここに入れてって、これさらにもう一個入れるのはちょっとあれかなみたいなのはちょっと働くってことですね。あまり5割とか4割とか超えてくるとちょっと偏りがあれだなっていう時はあるってやつですね。はいはい、理解しました。あと指揮法とか読むんですねっていうのがちょっと思いましたね。指揮法コメントを見るんですか。そうですね、特にコメントのところを重視して私は見てますね。で直近も発売されて大体土日の2日間で一通り読んでしまうんですけど。土日使うんですか。あら好きですね。そうですね、土日使うんですか。はい、あら使って、営業時間で読むとかはやんないで。そうですね、多分普通に読んでても十数時間ぐらいかかる。数読するパターンですか。
結構もう最初から読んで、最初からやるパターンで途中で止まってしまう感じですね。僧侶の人だ。あのこれ、そういえば前保有してたけど、こう、まあ、チャートとか見ると、はいはい、あ結構上がってるなとか、はいはいまあ、逆もしかりですけど、そういったところでちょっとずつと立ち止まりながらも、ただ、まあ、一通りやっぱコメントを見ながら、何か変わってるところがないかなというところを見てます。あそうですか、そうですか。四季語やっぱり見られるんですね。いいですね、素晴らしい。あ最後、ここのところで、まあ、でも聞いちゃったか、腕を磨くためのルーティンっていうのをいただきたいと思ったけど、まあ、四季語を読むみたいな、あとなんか、日々やられてるみたいなこと、何かありますか。そういう意味では、まあ、やっぱファンドマネージャーって企業に投資をするということなので、一社でも企業のことをよく知らないといけないなっていうことは、まあ、先ほどの四季語もそうですし、まあ、1日こう何件も企業に取材をしたりですね、あとはまあ工場見学会とかも結構行ったりですね。明日の K&O エナジーの見学に行かれるっておっしゃってたから、そういう話とか、ね、いや羨ましいなと思って。なので、まあ、可能な限り、昨日よりもよく企業を知るような状況でいようということで、まあ、いろいろな調査をしているという形です。素晴らしいですね。羨ましいですね。そういう環境があって、はいはい、ありがとうございます。はい、今ので、まあ、哲学とか、どのような運用しているのかっていうのは、多分皆さんイメージがついたかと思います。続いて、組入れ銘柄。についてちょっと根掘り葉掘りと聞かせていただきたいと思っているんですが、まずですね、月報、皆さんも誰でも参照できるような形で月報って置いてあるので、ご興味あれば見ていただきたいんですけれども、月報にですね、銘柄クイズみたいなのがちょっと書いてあるんですよ。月報に読むと定性的なコメントがあるんですね。運用者の方の、まあ、先月は、はい、外部環境がこのように変化して、その対応するためにこういう銘柄を買って売ってみたいな、まあ、そういうことが書いてあったりするんですが、スモモンさんはですね、そのクイズ形式みたいなので、例えばインバウンドの回復の恩恵を享受できる旅行サービス株を組み入れてみたいな、はい、ちょっとどれのことかなって一瞬考えさせるようなクイズを出されたりするんですけれど、これインバウンドの回復の恩恵って、まあ、組み入れてあるから、これはもうビジョンってことでいいんですよね、多分グローバル Wi-Fi。 そうですね、ですよね。これ当たった、クイズで当たりましたよ、はい。でもう一個、中長期的な利益成長の確信が高まった、M&A サービスみたいなやつは、M&A 総研？これは、違う、ちょっと違う。あ、違った。はい。そうか、でも M&A のマッチング仲介の業者さん。そうですね、M&A サービスも展開をしている会社と。ちょっと違う。あ、ちょっと違う。あ、山田コンサルティングだ。違いますね。違うかな。このままいくと当たりそうなのが怖いですけど。面白い。いやいや、これご本人でできるのも面白いです。すいません。あとなんか、まあ原材料高の、まあネガティブな方でちょっと売りましたよみたいな、ご報告もあって、原材料高の高騰の影響が長引きそうな精密機器、これはなかなか超えちゃった、トップコンかな、違うのか。多分違うコメントですね。違いますか。あ、はい、そうか。いや、なかなかそう、これかなって思いきやちょっと違ったのかとかもありつつ、多分トップ10に出たことがない会社さんなので、なかなか想像が難しいかなと。そうそう、でも運用報告で見てもそれらしいのがってなったんですが、まあまあまあ、でも皆さんも多分こういうふうに思いを馳せながら初めて認識しました。もし書けるなら銘柄名を書いていただきたいっていうのもあるんですが、以前は書いていたこともあったみたいなんですけど、ちょっとこう立ち上とか見ますと割と書いてる、そうですね、月報も多くあるから、特段問題ないようなですね。クイズにしなくても、そうですね、ちょっと上の方に書きます。すみません、じゃあ上の方の方と聞いてみて、他の部署との兼ね合いとかもあって、そうなの形に落ち着いたのと、なんいろいろあるんです、はい、そうです思いますという。なんでクイズをいつも出されるの。まあまあいいや、そういう視点はなかったです。わ、はい、かりました。すみません、ありがとうございます。はい。でまあ踏み入れ銘柄のところ戻りますとですね、まあ途中で話にも出させてもらいましたタムロン。こちら6月かな。今撮ってるのが6月末ぐらいなんですけど、6月に、まあ、増配の発表と、自己株の焼却みたいなのが出て、株価かなり、ガーンって上に跳ねてったタイミング。で、多分ね、6月、5月の組入れ銘柄を見ると、6月パフォーマンス良さそうだなっていうのが、なんか笑顔こぼれちゃうみたいな、なんかそんなような。今日はなかなか厳しい。今日はね、今日はちょっと皆さんそういう日だったんですけど、はい、なんかまあ、平田機構も上がって、まあ、半導体の物色っていうのが入ってきていて、これだから5月末時点でトップのピックされていたんで、これもだから結構パフォーマンス出てるだろうし、FP パートナーなんてずっと上がり続けてる銘柄だから、で、タムロンはさっき言った通り上に抜けたみたいな、ずっと安いみたいな
感じがここに来て、ここに来てこんな上がるって自分結構違和感あったんですけど、でもまあパンと上に抜けたような形とか、トランザクションメディアはまあ直近 IPO ですけど、こちらもあの上場後初値から少し落ちたタイミングがあったけど、切り返してずっとじわっと上がってるみたいな。大黒電機とか、だからあの、スマスロースマッパチ、まあ有機器ですよね、あっち系の銘柄とかで、あのまあ投信さんでたまに見るんですけどね、そのそっち系の銘柄組み入れる会社さんとかも、でもあのまあ少数派じゃ少数派だけど、まあそちらもあの途中6月のタイミングで切り返して上に戻るみたいな動きもされてましたから、まあ見てもやっぱりパフォーマンスが良さそうなんだろうなとか勝手に思っちゃいましたけど、ごめんなさい、戻しますと、タムロン、タムロンこれずっと持たれてましたけど、どういうストーリーのもと持たれていました？ですね、多分2020年頃に注目をしているので、もう全てもう2年以上前からちまちゃ注目しているという銘柄です。組み入れたのいつですか？もう組み入れても2020年、まあ、コロナが、第1波第2波とかそのぐらいのタイミングです。そうじゃあもう3年ぐらい保有されてるんですか？そうですね、パックは結構保有してます、ね、そうですか。いやそうそう、だからあの売買の回転率早い、結構回るから、他の銘柄入れ替わったりするのにずっとタムロンだけ上位に君臨し続けてて、タムロンへの思いは何なんだろうっていうのはね、あった時に聞きたかったんです。見て3年越しなんですね。どういうストーリーで買いました？そうですね、まずそのちょっとファンドの特色に戻ってしまうんですけども、あのまあ、先ほどの飛躍的な成長の局面って2つあると思っていて、まあ、1つはよくイメージされる新しいサービスとか、まあ、製品とかがこう出てくる世の中にですね、そこに需要がついてきて大きく伸びる比較的若い会社っていうのと、あともう一つはどちらかというと再成長みたいな会社ですね。成熟期を迎えてなかなか業績が伸びにくくなっている中で、まあ、事業構造、まあ、事業の中身をこう整理をしたりして、まあ、リストラも含んだりもしますけども、それによってもう一回こう利益率が改善していくような局面を迎える会社っていう、まあ、その二つの切り口があの私の中ではありますと。なるほど。でそういう意味ではタムロンはどちらかというと後者の方ですね、再成長というところで、あのまずカメラ自体はですね、結構やっぱり iPhone とか、まあ、スマホの台頭によって普通にデジタルカメラが、だからスマホの機能がめちゃくちゃ、まあ、タムロンってそのレンズの会社さんなんですけど、そのスマホの台頭によってスマホでめちゃくちゃいい写真撮れるじゃんみたいなのから、一時期そのデジカメとか、まあ、そっち側のレンズやってるんですけど、 そっち側の需要がなくなるんじゃないかみたいなことが気にされたタイミングがあったんですよね。そうですね、ただ一方で、あのよりコンパクトな、ミラーレスカメラっていうのは、より市場の中で浸透してきてるということで、まあ、男性だけではなくて女性とかも、普通にこう趣味で写真を撮るということで使われると、ということで、まずそういった、まあ、市場にしっかりと交換式のレンズを出しているということと、あと、まあ、再成長という話で2020年にですね、あの国内の工場のリストラ、まあ、を行っています。やっぱコロナで、まあ、先ほども、まあ、あとまあ、スマホの台頭とかなかなか厳しい中で、まあ、国内のところの事業を整理してですね、まあ、再構築をしてもう一度こう成長に向けた準備をしているというのが2020年のタイミングに見えたことか。なるほどですね。なのでそこからはですね、あの、まあ、バリエーション自体もかなり割安な部分が、そうそうそう、リアルまあなんか8とか、そうですね、なんかそんな感じで安いけどどうかなってなんか思っちゃうぐらいのやつけど、とにかく安いのはずっと安かった。そういう意味では結構やっぱ組織としてもかなり筋肉質な体重に変えて、かつ成長ストーリーといったところも見えてきたということで、まあ、かなり中長期で保有できる銘柄という判断で2020年頃ですかね、保有を開始したという形。なるほどなるほど。その成長ストーリーっていうのはミラーレスがスマホとかに駆逐されるような存在じゃなくて、はい、ある種その趣味として定着する可能性って大いにあるよねっていうのが見えたってことですね。なるほど。で、あとはリストラクチャリングとかであの構造改革が進んできて、はい、まあ、利益が出るような構造がある、はい、でこのバリエーション、はい、安くないみたいな話ですね。でも途中結構上がったタイミングとかって、まあ、2020年から2023年までの間ってまあまああるじゃないですか、まあ、浮き沈みみたいなのって、まあ、チャート的にもういいかなこのぐらいで、まあ、バリエーションで言うと PR がまああの8、9とかそんな感じだけど、まあ、チャート的に見るとちょっと高くなったしもういいかなみたいな、うん、
タイミングって何回かあったような気もするんですけど、はい、そういう時って少しスライスで打ったりとかはするんですか？ですね、まず定期的にやっぱり企業との、まあ、ミーティングをしてですね、まはいはい、買う時は基本的にターゲットプライスは作るんですけど、なるほど、はい、うん、ただ中古型株だとターゲットプライスをこう2割3割普通に超えることってあるので、まあ、そういう時はやっぱり企業ともう一度取材をして中身が変わってないかの確認というのは必ずするようにしてますね。なので今の話でも少しその先ほど申し上げたストーリーが徐々にこうマーケットで浸透してきましたけども、まあ、そこからだと単純にまあカメラのレンズだけではなくて車載のカメラとかですね、 あと監視カメラとかですね、まあ、そういったところ、あと医療に関して、はい、そうか、成長分野結構あるってことか、広げていけるような準備が整ってきてるっていう形なので、まあ、そういったやっぱりまた新しい成長ストーリーみたいなのですね、出てくると目標株価みたいなのがどんどん上がっていくような形が出てくる。なるほど。じゃあ、ターゲットプライス設定まずして、そこにまあ肉薄するしてくるようなタイミングになった時に再調査とかを仕掛けていって、うん、ここからさらに自分の最初のビューからアップサイドって何か出てきたんだっけなっていうのを再点検して、うん、あ、それ確かに面白いですねみたいになると目線上げて上に持っていくみたいな、うん、そうですね、のを繰り返していってるからずっと持ち続けることができたってことですか？うん、はあ、途中で売ったりしてませんか？途中のところでですね、売るときは、ボラティリティが高まった局面とかですね、どちらかというと株価水準というよりかちょっとこう、多分って本当に動きがあまりない会社なんですけれども、ただちょっと決算のタイミングとかで少し株価の動きが激しくなるようなときは少しこうポジションを全体して外すと、まあ、減らすということはありますけども、基本的にそれによって、大きく減らしていくということはなくて、あくまでもターゲットプライスとの乖離とかを見ながらポジションを整理していくと。じゃあ初期でその考え方ですと、組入れ銘柄って見ていくと等しく全部持ってるわけじゃないじゃないですか、はい、例えば30銘柄だとすると全部、はい、等しくやろうとすると 3.3% ずつみたいになるけど、タムロンでいうとまあ 5% の組入れっていうのをずっと堅持されていたように見えるんですね、 5% 前後の。これは期待値的に高いから 5% ぐらいは入れたいよねと思って入れているのか、それとも上がっちゃったから 5% になっているのか、ね、どういうふうに重みを分けてるんですか？今2ついただいたところはそのまま当てはまっていて、まあ、期待値というところも、あとですね、もう1点が私の場合ターゲットプライスを作ると同時に逆ターゲットプライスみたいな動きを作ります。逆ターゲットプライスですか？何ですかそれは？どれだけこう、まあ、ネガティブな状況を想定するっていう形ですね、うん、先ほどの後、まあ、ミラーレスカメラと言っても結局スマホに撮られてしまうっていうリスクが台頭した場合に、じゃあこの会社どのくらい下がるんだろうみたいな、はいはいはい、そういったものをこう想定してですね、なので、まあ、逆ターゲットプライスとターゲットプライスの乖離で、特にそのアップサイドの大きさっていうところが、まあ、タムロンに関しては大きかったっていうことなので、それだと安心してポジションをこう多く持てるっていう、そういう形でコントロールしています。なるほど。だからそっか、下ないのに上あるよね、はい、みたいなやつはやっぱり組み入れ上の方に持っていくようにするよって話です、まあ、当たり前のような投資行動で、でそこをやっぱ調査によって明らかにして、でバリューの色彩もあるから、やっぱ下ってそんなに、仮にここがなくなったとしても資産性評価すればタムロンってそんな売られないよねっていうのを見抜いていらっしゃったという話ですね。でストーリー通りに成長領域の分野で業績が拡大すればアップサイドだけ取れるみたいな、下ないのにみたいな、あだったらもう上でいっかみたいな。でもあとごめんなさい、上がっていく過程で最初にまあ 5% の組入れだったのが、さらにそこから上が 20% とか上がっちゃうと 6% とか、まあ、上がっていくじゃないですか、うん、でもそこはいたずらに増やさないで、やっぱそこちょっと売るって感じにするんですよね。 そこは少し、まあ、ポートリオ全体のバランスを見ながらコントロールはしていくという形になります。だから上がりすぎたターゲットプライスからまだちょっと距離あるなって感じだけど、1銘柄が例えば 7% とか 8% とかみたいになってくると、ちょっと業種分散も聞きづらくなってくるなっていうことで、ちょっとそこは売ったりすることはあるってことですね。いやありがとうございます。そこまでをいろいろ聞いてめちゃくちゃ満足感があるんですが、いやでもタムロンとかは素晴らしいですね、ストーリー的にもね。ありがとうございます。じゃあ他の比較的保有銘柄、保有期間が長そうに見える銘柄とかも同じような話ですかね、まあ、ジャパンマテリアルしかり、まあ、FP パートナーは直近 IPO だからもうちょっと違うのか、あんま平田機構とか、ジャパンマテリアル平田機構、このあたりも同じようなストーリーの組み立て
とかになっていますかね。そうですね、まあ、そういった明確な、まあ、成長ストーリーみたいなところがあるということで、まあ、どちらかというと平たきあのジャパンマテリアに関してはどっちかというと成長の方のスタンスが大きいです。あ、まあ、半導体自体はやっぱ需要も強いということと、まあ、やっぱ地政学リスクみたいなところが台頭してくる中で、日本にも半導体工場みたいなところがどうしても必要になってくると、で実際にまあ TSMC さんも熊本の方に工場ということで、やっぱこの辺りの需要をしっかり取っていける会社となったときに、でかつやっぱ機械があっても人がいないといけない、あのジャパンマテリアズさんはその半導体工場向けの、まあ、保守とかね、そうですね、メンテやる人たちですね。なので、まあ、そこのプロフェッショナル集団というところになったときに、まあ、この会社の強みというのがやっぱかなり発揮できるなという、そういう、ストーリーが。で、ここから多分まだまだ半導体を、まあ、工場をどこに作るかみたいなところはかなり、まあ、議論のある中で日本から減っていくっていう可能性はなかなか、確かに、まあ、国策みたいな文脈も生まれてきて、ね、あのまあ、JSR が、まあ、あのちょうど買い取られるみたいな、そんな話も出てきてるから半導体はね、やっぱ国策から切り離せないような存在になるから、言ってだけいいですか、そのジャパンマテリアルって、まあ、自分あの3、40ぐらいの中古高株投資を、まあ、ベンチマークして見てるんですけど、結構いろんなあのファンドが組み入れてるんですよね。個人とかはあんまり持たないけど、なんかなんでこんなに こぞって機関投資家が、ジャパンマテリアルみんな喜んで買ってるんだろうっていうのはちょっと不思議でもないんですよ。その強さはすごく理解してるので、特性もあるだろうし、あのビジネスモデル的にはすごい強い。でもあの一方でそのバリエーションも見ると、まあまあ織り込まれてるようにも見えなくもないみたいな、まあ見かけ上の PR とかですよ、そういうのを見ると、うん、まあ、30とか平気でそのぐらいはついちゃうじゃないですか。でそれまあ保守メンテみたいなあの会社だとすると、まあもう評価されてるんじゃないみたいな風にも見えなくはないんですよ。それってどういうあれなんですかね、その期間が先行する理由とバリエーションちょっともうあの評価されてませんかみたいな、この2つの問いなんですけど。そうですね、ちょっと機関投資家が保有が多いというのは、多分他の会社さんによっても多分理由が違うのかなというのがあるというところで、ただまあ私の中で先ほどのストーリーもありながらですね、まあ会社と定期的にこう各取材等で確認をしていく中で、まあしっかりとしたこう見通しを持ってらっしゃるなというところで、で私がこう、うん、結構源泉投資として重要視しているのが、うん、こうまあ、社長様含めて CRO、CFO とかですね、うん、IR の方がどれだけ会社のことをよく知ってるかっていうところは結構重視していて、わかる、あの全然頭に数字入ってない方とかたまにいらっしゃいますよ、はい、って、いや自分の方が知ってるんですけどみたいな時ありますよね、はい、そうですね、あでちょっと大げさに言うと、例えばこれまでこう 10% 成長だった会社が 20% 成長になった時に、うん、その 10% の成長が変わった理由って何ですかっていう質問に対して明確な答えを、うんまあ、くれる会社っていうのは、うん、あの少なからずあるという中で、うん、そういった意味ではジャパンマテリアルズさんも、うん、そういった、まあ、見通しとかは結構しっかりと思っていて、うんまあ、現状認識も含めて、うん、保有してるあの、投資家としてはかなりこう安心感があるっていうのが、うんうんはい、大きいかなと思います。確かに、まあ、安心感はありますね、うんまあ、工場を管理する、まあ、保守する工場が増えればストックされて業績も上がっていくし、でここ切られるってことはほぼほぼないわけだから、うん、ずっと溜まっていくよね業績がっていうのもあるし、まあうん、長期の成長ストーリーっていうのは多分崩れようも今のところないしみたいなので、バリエーションちょっと安いわけではないけど、ね、こういうの安心感みたいなのでずっとお持ちになる、ね、バリエーションに関しては先ほどの、まあ、利益成長率の話に戻ってしまいますけど、そういうことですか、まあ、3年先ぐらいを見たときに、ああじゃあ30倍のバリエーションがここから利益が伸びる中で多分おそらくバリエーションが変わっていくと、まあ、そういう点で言うと3年先の利益を見たときに今のバリエーションは別に割高でもないっていう判断がついてくる。なるほどね、そう3年後の業績の蓋然性っていうのが割としっかり見えているから、うんうんね、3年後この EPS になるんだったら、うん、もう今あの振り返って考えると安かったじゃんあの時みたいに なる、うんね、未来がちょっと見えちゃってるみたいな、なるほど、まあ、期間の他の方々も同じような考え方をして買ってるのかもしれないですね、うん、なるほどありがとうございます、はいはい、うん、平田機構とかも聞きたいけどもうここで終わっちゃいそうになるんで一旦ここは我慢して、はい、次の話で、まあ、組み入れ銘柄の特徴としてやっぱり直近IP は多くないですかというのが一つ、うん、ありますと、やっぱりそのセカンダリーってすごいボラティリティが激しいので、あんまりその機能的にやったりとかするアグレッシブなファンドさんってそこまで多くないと思うんですね。でそんな中多分
今組み入れてる銘柄の、まあ、3割ぐらいが直近 IPO になっているかなと思っていて、で毎月楽しみなんですよ、何を入れてくるんだろう今度はみたいなので、で入れ替わりも あるから、はい、あれなくなってこれ来たみたいなのも面白くて見てるんですけど、その直近 IPO の人たちを全部行くわけじゃないじゃないですか、当たり前ですけど、え、ロードショーはまず全て出られるんですか。そうですね、ほとんど受けられるものは出てますね。ですか、どのぐらいカバーします。まあ上場、まあ、100銘柄ぐらい IPO で上場してくるとして、はい、うちどのくらいロードショー行きますか。基本全部行けますね。あの前日私は2016年ぐらいから IPO 担当みたいな形になっていて、そういうことですか、はい、ロードショーに関してはあの私だけじゃなくて、まあ、仕事でチームで動いてた時は、うん、まあ、チームでどちらかが必ず聞くっていう形 で、2020年から2022年ぐらいは私一人でほぼほぼ上場の IPO の会社のロードショーを、そうですね、受け取って、そうですね、全部行くんですね、一人で。年間で多分80、90とかですか、ね、平気で行くんですか、はい、マジですか。平気にほとんど、はい、受けられるものは全部聞きます。そういうことですか。じゃあもう間口は全部なんですね。そうですね、間口は全部、全部聞きます、はい、全部聞きます。一旦全部行くんだ。考えずに、まあ、先入観なくまず行くんだ、はい。あ、そうですか、すごいですね。なるほど。じゃあその行った中で当然、あら、これおもろいな、いやこれちゃうなみたいな、ね、あるじゃないですか。どういう選定基準ありますか。ですね、まずちょっと全体感として、うん、2022年の、まあ、年初ぐらいからですかね、うん、IPO のバリエーションの評価みたいなちょっと変わったタイミングがあったなと思っていて、いつ頃ですか。2022年22年と、まあ、FRB の、あ、はいはいはい、まあ、利上げによって、まあ、長期金利が上がって、うん、グロース株がこう叩き売られるのが年始あったと思うんですけど、まあ、そこからの前後で言うと、うん、こう IPO でセカンダ、その、それまではなかなかセカンダリーでも買いにくい銘柄が多かったなということで、うんうん、IPO で、まあ、割高でかつ発値が上がってしまうと、そこからもう何も手が出ないということが多かったんですけども、2022年以降はセカンダリーで買い付けていってもしっかりこう投資ができるような水準感にこなれてきたなっていうところがあります。全然あった、本当打ち捨てられるんですよね。初値で上がっちゃって、そこからもうズルズル、気づいたら半年とかもうゴロゴロありましたよね。だからそういうことですかね。ロードショーは一旦バーって全部行くんだけど、これはちょっと面白そうだなみたいな、ちょっと当たりをつけといて、あ、後々の株価推移とか見ていって、バリエーション的にこれもうさすがに良くないですかみたいなやつを買いに行ったりするみたいな行動ですね。じゃあまずそのロードショー出た時にこれはちょっと良さそうだなっていうのと、これはもういいかなっていうのをもう明確に分けちゃって、これはいいかなってやつをもう捨てちゃってもう見ないのか、それとも一旦チャートと相談して決めるのか、 どんな感じでやりますか。意味わかりますか。最初のタイミングでどう判断するか、そうですね、あ、自分の話でいきますと、やっぱり、まあ、新規上場のやつは全部見るんですね、うん、で、ビジネスモデルとか考えて、うん、同じような目線で見るんで、3年後もこれ普通に伸びるかなどうかなとかって見るんで、3年後これないんじゃないみたいな思っちゃったらもう見なくなるんですよ、うん、はい、でいくら売られてようがあんまり興味がないみたいな感じになるんですけど、これは面白いよねビジネスモデル的にってやつをプールしといて、でそれがチャート的に、あと、まあカタリスト的に次の決算良さそうみたいになったらそう買いに行くみたいな、こういう風にやるんです。そうですね、同じ、ほぼ同じ、ほぼ同じという意味では、あの最初で聞いて大体の判断をしてしまうっていうことで、やっぱりそうですね。あとはそのチャートとバリエーションのご相談って話ですね。ですね、はい、あ、じゃあそこは同じような感じでやるんですね。で下がってきて、チャート的にと、あのなんか取材を重ねて、もうそろそろいいかな、3年後このぐらいの業績もしかしたら出れるかもしれないみたいなのが見えてきたら組み入れる。そうですね、なるほど、なるほど。で、具体的にちょっとお聞きしたいんですけれども、 FP パートナー、これまあ、あのここまでの多分パフォーマンスずっと牽引してきたような銘柄になっていますよね。これはどういうふうに評価をして組み入れましたか。そうですね、FP パートナーに関しては IPO の時のロードショーのお話を聞いてですね、まあ、社長さんの熱意というのをまず一つ感じたっていうのは、社長さんめちゃくちゃうまいらしいですね。はい、聞きましたよ、はい、なるほど、っていうところがあるということと、あのビジネスモデルとしては保険の代理店っていう形ですけど、まあ、ちょっと違いとしては集客を提携しているパートナーからこう、集めているというところもあるので、やっぱそこの部分で安定して集客ができるっていうところの強みは一つあるなと思って、
ってましたということと、あとは、まあ、今メインは保険の、まあ、販売というところですけど、結構業種、まあ領域を広げていくような形の動きを取っているので、まあ、その個人の保険だけではなくて、まあ、ライフプランって結構長いじゃないですか。あ、まあ、そこに向けたいろいろな提案、そうですね、今後的に広げていく可能性がありそうだという。そうです。具体的にどういう商品、商材への可能性って、保険以外にってお話ですよね。そうですね。まあ、そう、分かりやすいのは損害保険とかもありますけど、 あとはまあ家の不動産と、まあ、そういったところまで含めたライフプラン提案という可能性を感じたというところが大きいですね。あと、まあ組み入れたタイミングとしては上場してどのくらいのタイミングで、もう IPO のローリーの時のプライマリーでまず入札に参加をして、もうそこで行ってるんです、はい、いいなぁ、羨ましい。ただほとんど当たんなかった記憶があるんですけど、あ、そうですか、やっぱり、はい、あ、個人と同じように当たる当たんないみたいなのあるんですね、ブックビルディング、はい、ほとんど当たんなかった、チキションってなって、そうですね、ただやっぱり先ほどの話でも、セカンダリーも買える水準感の会社が増えてきてる。さっきのだから2022年のタイミングってみんなもうマルチプル切り下がるばっかりで IPO とかあんま見ないみたいなタイミングでしたね、はい、あ、なるほど、そういう点で言うともバリエーションでもやっぱ買いやすい水準だなっていうことで、普通に10何倍とか、そうですね、20倍とかそのくらいのレベル感 でしたよね、はい、のタイミングありましたよね、上場後、はい、ああ。そっか、バリエーション的にも全然いいじゃんみたいな時に買われたってことですね。あ、はいはいはい。で、まあ、社長のビューも良いし、直近その安定して売上伸びてるっていうのも評価できるし、この拡張性っていうのも考えるならば、今の、あのバリエーションで 10倍台、まあ、もしくは20倍弱ぐらいの感じはこれ安くないですかみたいな感じで入った。あ、え、これってもう倍とは言わないけど近くなってってますよね、なってるか、倍以上にはなってますかね1年ぐらいで倍です、ね、倍ぐらい、あ、そうですね、いや、お見事ですね。あ、そうですか、そうですか、ブックビルディング当たんなくても1年ぐらい、ね、あ、そうかそうか、普通にセカンダリーで買っていけば、うん、リターンを取れるっていう、なるほど、言われちゃったなるほど、あ、なるほど、はい、そこは理解できました、ありがとうございます。もう一個ぐらい IP を聞きたいんですが、あと、まあ、だからサンクゼール、大英環境、フィクサー、このあたりもそうですが、一個、あ、まあ、いいか、うん、トランザクションメディア、こっちは、まあ、決済端末ですよね、決済ですよね、こちらって、まあ、当然そのコンプスとして GMO フィナンシャルゲート、こちらを比べてらっしゃると思うんですが、あの明確に成長率的には出てないじゃないですか、あのトランザクションメディアの方が、で、まあ、クオリティみたいなところ、バリエーション抜きにしてクオリティみたいなところだけでいくと GMO 一択だと思うんですよ、まあ、バリエーションの兼ね合いでどっちの銘柄がいいっていうのは決まると思うので、クオリティだけの話でいくと、でそんな中、あのトランザクションメディアに行くっていうご判断って どういう経緯でなりましたか。これはあの IPO のロードショーでは話を聞いていて、ここは社長 あのビジョンっていうところはしっかりと確認をして、まずそこなんですね、うん、ここであのトランザクションメディアネットワークに関しては、まあ、上場した後も少し前に、まあ、ミーティングをしているので、なるほど、スモールとかで4月上場ぐらいだと思います、うんうん、まあ、もう2回ぐらいは会社にこうコンタクトを取って、あ、もうそんな2回ってですね、あの、うん、上場前と上場後の姿に変化がないかどうかというところを、まず、そこも確認できていますね。で、まあ、先ほどのビジョンの話以外で言うと、まあ、決済ビジネスのところの可能性といったところは大きいなと思っていて、特にこうトランザクションどこまでお話していいのかなと、ね、これやっぱり、なるほど、同じで、まあ、安定したその端末の収益だけではなくて、まあ、トランザクションのフィーのところのポテンシャルっていうのが大きかったですね。で、ここの部分に関して言うと、今後インバウンドにつながってくるようなところが大きいんですけど、そういうことか、はい、まあ、中国人を含めた、まあ、アジア人の方の決済って結構こうデジタル化が進んでいて、まあ、普通はお金を払うというのを決済がで済ませると、じゃあその決済の収益ってどういった形で入ってくるのかなっていう、こうお金の流れを少し考えたときに、まあ、この会社にとってはかなり追い風になってくるんじゃないかなっていう。そっか、じゃあインバウンドって切り口を1個与えてるんですね。そうですね、あ、そうか、それでも GMO も一緒ですよね、うん、はい、
でもあとはそのバリエーションって話なんですか。そうですね。でもそのインバウンドの切り口も別に GMO も同じなので、そっちでいいじゃんっていう。そうですね。それと、あと IPO としてこう、私ももう何年も見てますけども、上場による効果みたいなところが結構大きいなと思っていて。なるほど。上場によって業績の成長すら変わる？そうですね。可能性？変わる可能性ということで、例えばその人の取りやすさみたいな。ああ、そこ明確に変わるって皆さん言いますよね。こう変わってきていて、やっぱり上場による信頼感みたいなところが、大きく出てくるというところで、やっぱ影響としても、そこの認知度の拡大っていうところがかなりやりやすくなるっていう部分が出てくるので、そういう意味では先ほどの、飛躍的な成長ということで、あの上場というのは一つきっかけになるっていうことはあると思います。いや、あんまりそこまで考えてなかったですね。上場がフックに業績成長率も、プッて非連続になる可能性っていうのをいつも頭に、そうですね、入れてます、ね、入れてなかったな。そうですか。ちなみにで今思い浮かんでいるならで教えていただきたいんですけど、あのその上場後に角度が変わったみたいな事例パッと出ない難しいですよね思いつく個別で、そうですね、まあ、パッと出ればでよかった、出ないかな、こういうの出ないんですよね、はいはい、すいません。でもあの考え方すごくよく分かりました、はいはい、で決済端末、インバウンドの、重量課金のもあるし、クオリティでいうと今の成長率だけでいうと GMO の方があの上なんだけど、バリエーション的にはこっちの方が安いし、上場による業績の変化っていうのも 何か捉えられるかもしれない、で社長もすごい切れ者だしちゃんとしたビューを持ってる、こういうので投資されたっていう、納得感ありますね。なるほどなるほど、よくわかりました、ありがとうございます。はい、まだまだ一個だけいいですか、はい、最後にあのこれ IPO とちょっとあれなんですけど、組入れにビジョンがいるんですよ。あのちょっと出しましたよね、はい、グローバル Wi-Fi、はい、でビジョンはあの確かにそのインバウンドのタイミングとかでめっちゃいいなって思うんですけど、あの PCR 検査の業務とかやってるじゃないですか、あれってコロナではあのコロナがもうあの5類とかに移ってくると売上減少になるような要因なので、差し引きで結構下に引きずられる要因になるんじゃないかなっていうのは個人的に気になってるんですね、そこの評価はどういうふうに考えていますか。まあ組入れ上位に今もいますが、PCR 検査を含めた少しこう特殊的な売上っていうんですか、あれなくなっちゃいますよね、はい、それに関してはただ終わった期が一番大きかったなというところで、おそらく今期は少しそこの部分が減ってきますと、でそういったマイナスよりも個人的にはプラスの効果みたいなところをやっぱり見ていて、で私がこう好きな理由としては、結構コロナの中で、厳しいですね、Wi-Fi がほとんど海外に行かなくなってしまったの でその中でこうやっぱりこう固定費削減という中で、結構無人の施設みたいな、あの 無人でこう借りれるとかですね、結構そういったことでなんとかこう固定費を抑えながらただビジネスは継続していたという形がありますと。で結構この会社は AI とかも積極的に社内で取り入れていらっしゃるみたいで、そういう意味でもそういった結構新しいものを徐々に取り入れていくという結構会社の文化が個人的には気に入ってますという、会社の文化および組織とかをかなり評価されてるってことですね。いや確かに、だってあのタイミングとかで PCR とかそっちの業務取りに行こうってがっつり言って普通に業績取れるとかも普通にすごい話だし、光通信の結構な上にまで行った方が社長になっていて、であの人の手腕自体が、あれお名前がちょっとごめんなさい、ただ最近ちょっと組織が変わったりもして、そうなんですか、そうなんですよ、はい、そこでまた新しく変わってきていて、でも考え方が分かりました。その、根底にそもそもこの会社とか組織の評価っていうのを結構高く与えている中で、確かに特需はあったんだけど、それは前期が一番ピーク、で上期とか少し残るかもしれないけど、そこは低下していく中でインバウンドとかの業績の戻りの方で打ち返せるから全然いいじゃないですかって、こういうお考え方ですね。で先ほどの話、固定費削減もあって、むしろその元に戻った時に利益はより出るような、そういった組織になってるっていう感じ。コロナ前よりもマージン取れる可能性っていうのを全然あるんじゃないということですね。戻るだけじゃないと、戻るだけではない。あ、そうですか。結構リオープニング関連銘柄の時は見てるっていう。確かに、そのポイント皆さんすごく勉強になると思いますね。確かに、だからあの戻るだけで一旦算数して鉛筆舐めると思うんですけど、実際その社内の中でどういう変化が行われて、固定費とかがガッとなんか下げられて、それって特段戻らないようなものだとすると、コロナ前よりも利益率上がっちゃうみたいな
会社ってまあまああるよねと、そういう目線で見ているってことですね、ノーマライズ以上の何か出るか、それが非連続ってことですね。うん、いいです。あ、それもすごい勉強になりますね、視点的に。はい、このところである組入れ銘柄について深掘りをさせていただきました。最後ですね、注目のテーマおよび銘柄を、もう銘柄の話ばっかりしてるんですけど、もう最後のダメ押しってことで、まずその テーマとか、大きな流れですね、その業種でもいいですし、こういうなんか決済系でこういう動きがあるからこれに注目してますとか、インボイスの制度でこういう風になるからここに注目してますとか、なんかそういう話で何かありますか、気になるテーマ。長期で言うと、結構今ポイント、いくつかあるんですけど、先に言ってしまうと、中長期だと少子高齢化という、少子高齢化のテーマ気にしてるんですか。環境、あと IP コンテンツというところが大きく3つあります、ね。少子高齢化は分かりやすいかもしれないですが、これはイメージしやすい、で環境に関してもEV とかですね、リユースリサイクルといったところの考え方と、あとは IP コンテンツに関しては、大型株だと任天堂とかがこう最近映画によって、全米で非常に評価を受けたっていうことがありましたが、そういったキャラクタービジネスのところの、中古型株って結構こう隠れているものが結構あってですね、そこが、つぶれ屋とかお持ちになってましたっけ、ね、あ、違いますか、なかなか言いにくいなと言いながら、少子高齢化だとどのあたりかな、でも上位に出てないのか、上位に出てこない、ね、これだけちょっと察しがつかなかったけどEV で言うともそれはもう平田機構じゃないですかって思ったのと、ね、リユースで言うと一時期ゲオとか、あ、そうですね、一時期ゲオとか、ゲオ入れる人、ゲオ入れる人、あの投信さんって結構少なくて、普通に業績の規模的にも時価総額的にもアクセスできそうなのに、ゲオってみんななんかちょっと敬遠してるところがあって、多分いろんなあれで、そこは気にしないで、これ言いにくいのかな気にしないですか、いろいろ気にしながらも、ただポテンシャルを最終的には評価はしましたという、確かにポテンシャルはあると思う。あ、でも気にはしてて、で差し引きで考え、差し引きでという形で、社長さんとご面談できてますか、ですね、そこはできてないです、ね、やっぱできないですよね、はい、あ、でも差し引きなんですね、はい、差し引きでということで、そう、多分そういうのがあるから、結構敬遠する機関の方とか多いような気がしたんだけど、相撲も入れてるじゃんけよと思って結構そこでも自分はびっくりしたようなことがありましたね。 IP でいうと どのあたりですか、なかなか個別で言うのは難しいなというところもありながら、ただファンドの中には、今いろいろと投資をしている部分も出てきているので、もしこのあたりがこう株価として上がってくる中で少し上位に出てくる可能性、なるほど、ちょっと楽しみに待ってるしかないということです、はい、クイズ形式にはしないでくださいね出てきた時は、成長が期待できる IP 銘柄にとか検討していいですか、そこで教えていただきたいですね。なるほど、なるほど。もう一点だけ追加をすると、ちょっとこの短期かもしれないないですけども、インターネット企業の再成長みたいなところで、特にそのコロナ特需で大きく伸びていた会社がですね、そこからこう反動で徐々に伸び悩んできていて、ただ足元でまた再成長の兆しが見えているっていうところをちょっと感じてまして、コロナの追い風っていうのは確実なくなっているような状況なので、何かしら内部的な変化みたいなのが出てきているという過程を持っていて、今ちょっと6月ぐらいですね、結構そういったところをポイントとして取材をしていますと、ちょうどその設備投資動向とかで、30兆なる今期かな、なるとかなんとかっていう中でも、ソフトウェアの投資、DX みたいな文脈がありますよね、あれで削体で 20% ぐらい伸びるんだっけな、DX の投資とかが。みたいな話で、例えばその SI やの類であったり、ソフトウェアの類であったり、クラウドであったりみたいなところの再評価ってことですかね。で去年1回特需が剥がれて成長率寝ちゃったところも、もう1回評価されるようなタイミングがあるんじゃないかみたいなお話ですね。確かにそれもあるような気がします。はい、ありがとうございます。はい、十分1時間ぐらいお話を、多分今までの中で一番銘柄の話したような、これでもかっていうぐらい、なんかこのうちどのぐらい使われるのだろうかと心配になりますけど、心配にはなるが、いろいろお話を
聞かせていただきましたということで大変勉強になりました。最後何かお伝えできたいメッセージとか、あの、まあ、受益者の方とかもしかしたら見てるような可能性もあったりするので、何かありましたら、なかなかこういった場もないというところなので、まあ、あの可能な限りやっぱりこう、うん、受益者の方にリターンを返したいなと思って運用しています、うんうん、なので先ほどのルーティンというのも、うん、絶対的にこうお客さん絶対って言っちゃいけないですね、いや、気持ちはね、そうですね、パフォーマンス絶対とかは言えないけど気持ちも絶対は言えるじゃないですか、としてはあの自分ができる限りのことをしていますので、うんうん、土日にね指揮本も読むしそうですね、そういうところで言うと、うん、こうぜひですね、あの期待をして、うん、こう投資を買っていただいて、うん、まあ、長期で保有していただけるとありがたいなと、うんうん、はい、なるほど、ありがとうございます。メッセージもいただきました。はい、本日は岡さんアセットマネジメントの、中小型成長株オープン愛称スモモの高橋優、ファンドマネージャーにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。